うん、おはようございます2月7日水曜日溝口駅長の朝ライブです、えー、いつもながら今起きたところです眠いですね今朝もちょっと起きようかどうしようかという葛藤がありつつも、うん ライブやらなあかんなと思いまして、暖かい布団にさよならしましてね、寒い部屋に降りてまいりました。<laughs> えっと、昨日、今日と、まあ雨ではないけれども、まあ少し雲が多かったでしょうかね。うん、昨日もちょっと、あのー、外歩きましたら、風が結構冷たくって、ね、寒いなと感じました。 えー、2月もね、今日で7日ですかあっという間ですね。新本さん、あ今日の一番乗りですねお。おはようございます。今井さん、おはようございます。伊藤さん、感度力ありがとうございます。中谷さん、ありがとうございます。おはようございます。山崎さん、どうもどうもおはようございます。小西さん、今日の奈良は久しぶりに寒いです。あ、ちょっと暖かかったですか ね、えー、あ、そうそう、関東の方はね、まあ、あの、まあ、雪が降ったり、路面が凍結したりということでね、大変みたいですけれども、今朝はどんな感じでしょうかね。関西は、ま、そこまでといいますか、今年雪って降りましたっけえー、積もるほどの雪は見てないですね。例年1回ぐらいはね、あの、うっすら、あの、白くね、するぐらい降ったりするんですけれども、 まあ今年はあるんでしょうかね。まあ、えー、去年夏がすごく暖かかったんでね。暖かかったかったというか暑かったんでね。全般的に教育が高いのかもしれませんが。まあまあ言ってたらまあ多分一回ぐらいは降るんじゃないかなと思います。はい。ではでは始めてまいりましょう。鉄道シムで人生を豊かに溝口駅長の朝ライブです。昨日このね、朝ライブでは えー、JR 東日本のキュンパスというお得な切符を紹介しまして。で、まあ JR 東日本はね、キュンパスだったりとか、大人の休日クラブパスだったりとか、あるいは週末パスとかね、そういう、まあ、お得な、ね、使い勝手のいい、えー、企画切符がたくさん出てきてて羨ましいよね、と。それに機械にし西日本は全然ないよね、というお話をしましてね。 本当、心底東日本が羨ましいです。<laughs> のりてっちゃんとしてはですね、東日本は素晴らしいないいなと思います。で、JR 西日本もですね、何もしてないわけではないんですけれどもね、多少はいい切符もあります。まあ、例えばサイコロ切符みたいなですね、えー、ま、抽選で、えー、ま、任意のね、行き先が決まって、 で、その代わりお得なね、料金で行けるっていうようなね、そういう面白い切符を出してくれてたりとか、最近はないんですけれどもね、コロナであの旅行需要が減ってた時期にはですね、どこでも切符という、全線乗り放題ですごいお得な切符も出,た出てたりしましてね。まあ何もやってるはないわけではない。ええとは思ってるんですけれども、まあ、JR 西日本以上にちんなのがですね、JR 東海ですね。 JR 東海で、その、東海道新幹線を含む全線が格安で乗れる、お得な切符みたいなのって今までありましたっけあったのかなちょっと私記憶にないんですけれども。どうですかねまあ、よく話題に上るのはやっぱり東海道新幹線ですね。東海道新幹線を格安で乗る方法はないのかね、もうなんか、 もうてっちゃんにとっては永遠の命題と言いますか。まあ、普通に旅行したりね、仕事で出張したりする人も、まあね、まあ、東海道新幹線に乗る機会が多いと思いますんで、少しでも安く乗れたらなぁと思うと思うんですが、ないっすね。結論ないです。<laughs> まあ、全然ないわけじゃないんですけれどもね。まあ、JR 東海はオフ,オフィシャルに言ってるのは、あの、エクスプレス予約でね、えー エクスプレス会員になれば、あの、通常よりもね、まあ2割ぐらいの安くなるんですかね、最大で。安くなりますよ、と。えー、っと、新大阪東京間で言うと、1万5千円弱ぐらいですかね、今。普通の指定席で。が、まあエクスプレス予約を使うと1万2千いくらかぐらいになるんですかね。あというのでね、あのお得ですよ、と。 で、まあ、エクスプレス予約を使うと、以前はですね、グリーンプログラムっていうのがあって、何回か利用するとね、あの、一回、えー、グリーン車に、えー、追加料金なしで乗れるというようなね、そんなプレゼントもあったりしたんですが、今あれなくなったんですよね、確かね。も、まあ、ちろん、めっきり利用してないんで分からないんですけれども。まあ、そういう特典もなくなりまして、多分、ポイントかなんかがつくようになったんですかね。東海ポイントかなんかそんなのがだったと思うんですけれども。うん ねそういうのはあります。あとは有名なのは、プラット小玉という、あの、JR 東海ツーアーズというね、まあ旅行会社が出している、まあ企画切符になるんですけれども、まあ小玉号限定で、まあ安く乗れますよ、という切符はあります。まあ東京、大阪、新大阪間だと4時間ぐらいかかりますけれども、まあ、まあ、時間かかっても別に大丈夫だよ、と。まあで、まあバスとかで行くよりはね、楽なんで。 ま、在来線で行くよりは楽なので、まあ、小玉頃だったら安くできますよっていうのはあります。まあ、この二つぐらいですかね。いや、ま、とにかく安くということであれば。なんで、まあ、まあ、あのー、期待するような、例えば、あの、東海道新幹線のぞみが3割引き、4割引きになりますっていうのはね、そんな切符はございません。あと、あるとすればですね、旅行会社が出してる、まあ、ホテルとセットになったプラン。 新幹線とホテルがセットになったプランっていうのであればまあトータルで見ると安くなるっていうねそういうプランはあったりしますけれどもあれもねセットになるホテルがあの安いビジネスホテルじゃないんでそこそこ高いんですよねこれだったらもう別に自分であの安いホテル探してで好きな新,、ね、新幹線に乗れる方が、えーまあ、便利で安いわと思ったりもしますよね そうそうあの旅行会社のプランとかだと乗れる新幹線が決まってたりしましてやっぱりあの利用しやすい時間帯の列車に乗ろうと思うとね追加料金がかかるとか <laughs> いうのがあって結局安くならないんですよねああいうのもね、えー、というのを思ったりするんでまあ気ままな旅行であればね別にあの時間帯気にせずに行けるっていうんであればそういうプランを使うといいんですけれどもお仕事とかでどうしてもこの時間に乗りたいとか ね、もうこの時間には仕事終わるから、もうさっさと帰りたいとか思ってもね、えー、た割高になるとちょっと躊躇しちゃうっていうのもあると思うんで、まあ、やっぱり好きな時間に自由に乗れて、まあ多少安くなるっていうのであればエクスプレス予約になるのかなと思うんですが、どうでしょうか。ちょっと本当にね、まあ、皆さんなんかいい知恵があったら教えてほしいんですよね。東海道新幹線安く乗る方法。えー、私も えっとね、まあ以前勤めてた会社はですね、会社から法人カードでエクスプレスカードを支給してくれまして、もうまあ,あの当然ねあの、仕事で行くんですけれども、まあ、使う方からしたらもうなんかもうね、タダで乗れてラッキーぐらいな感じだったんですけれどもあの、本当にもう毎週のように東京に行ってた時期があって、昔ですね、インターネットが発及する前でしたけれども、今だったらもうリモート会議とかね、 まあ、リモート接続して、まあ、私も、えー、システム会社にいたんで、リモートでね、つないで接続すればメンテナンスできるような作業でもですね、わざわざ現地に行って作業しないといけないっていう時代がありまして、ね、まあ、ほんとそのおかげでね、もう全国各地、<laughs> あの、列車に乗せていただきましたけれども、出張でね、っていう恩恵がありましたが、もう今はもうね、 新幹線乗ることないです。もう本当、東海道新幹線が一番乗らない列車ですね、私にとっては。もう何年乗ってないだろう、うん、だいぶ前にあの、大回り乗車の経路で、京都から新大阪までね、大回り乗車で乗ったというのはありますけれども、新幹線にね。もうそれぐらいですね。本当に、えー、もう東京行くんだったら、まあ時間かかっても LCC でね、成田に飛ぶとか、 もしんどいけれども夜行高速バスに乗っていくとか、まあそういうのを選びますね。あるいは青春ジャーチキップで行く <laughs>。ね、まあ別に早朝、も始発で大阪出れば昼過ぎには東京着きますからね。まあ、体力勝負ですけれども、別に安くで行けるんだったらそれもいいかなと思っております。どうでしょうかね。はい、私だったらこうしますよっていう、持ちいい方法あれば教えてください。 えーっと、続き読み上げましょうか。岩家さんおはようございます。えー、山中さんいつもありがとうございます。高橋さんどもどうもおはようございます。あそういえば、えー、っと、北陸新幹線の指示はどうでしたかえー、っと、伊沢山さんおはようございます。今日は5時に起きてライブをお待ちしておりました。年取ると睡眠のエネルギーがかけてきますっていうのはなんとなくわかります。私はまだ50ですけれどもね。 50代ですけれども、やっぱりあの、たまにあるんですよね、夜中に目が、目が覚めちゃうというか、ええー、って、いやもっと寝てたいのにと思うんですが、何なんでしょうかね。不意になんかもう睡眠のエネルギーが切れるんでしょうかね、と思ったりいたしますあ。菅沼さん、新幹線大好きです。まあそうですね、菅沼さんのところからだと、新幹線使えばもう別に東京でも名古屋でもね、新大阪でもね、便利に移動できますよね。 本当に、ま、新幹線、まあ、便利な乗り物だと思います。山口さん、おはようございます。ありがとうございます。アバンバさんもいつもありがとうございます。赤織さん、どうもおはようさん。小西さん、新幹線の割引といえば、早割と小玉割ぐらいかな。18キップの時に小玉を一駅使うパターンぐらいですかね、と。あ、そうそうそう。まあ、新幹線ワープでね。まあ、ちょっとここだけ使えば、だいぶ後の工程がね、あの、 前倒しにできるとか。まあそういうのがありますよね。まあちょ、たまたまその、えー、この区間だけ普通列車のね、えー、間隔が空いてて、まあ、新幹線ならあるみたいなね、そんなパターンもあります。岡さんおはようございます。えー、寒くて布団の中で見てます。<laughs> 羨ましいです。はい。私も布団の中からやりたいぐらいですあ。松本さん、ジパングクラブを利用してます。あ、そうかそうか。ジパング攻めたいはばいいんですね。 はい、私はまだジパンズグ使えません <laughs>。えー、伊藤さん、えー、最近朝ライブ視聴者数増えましたね。ああ、本当ですね。ありがとうございます。そうですね。えー、と、そうそう。あのー、自分がね、世代じゃないんで、ジパングクラブって、あのー、頭から抜け落ちてるんですけれども、使う方はもうね、あのフル活用してるようですね。はい、えー、ね。 まあそうなったらちょっと私も少しは新幹線、東海道新幹線利用する機会増えるでかな。<laughs> はい。本当新幹線使えば便利なんでね。当たり前ですけれども。うん、LCC っていう、まあ最近よくやるのはも LCC か高速バスケですけれどもね。はい。ええー、まあでもやっぱり、まあ本数も違いますしね。もう本当に1時間に何本も走ってて。で、まあ、 あの、大きな都市だけじゃなくてね、途中の駅とか、ね、例えば豊橋とかね、浜松とか静岡とか、ね、そういうところでに行こうと思った時には、やっぱり新幹線めちゃめちゃ便利なんでね。はい、もう、まあそのドル箱なので、やっぱり JR 東海もなかなかね、そこをね、えー、安くで開放する、まあベリットもないんで、えー、難しいところですね。 はい。えー、ということで、今日は東海道新幹線、安く乗る方法ないのということで、まあ、ちょっと雑談みいたお話でございました。あと、高瀬さん、北陸新幹線ではグランクラスの見学してきました。次は絶対グランクラス乗りたいです。あ、そっかそっか。ね、北陸新幹線だと、まぁ、敦賀からも乗れるんですかね、グランクラス。ね、まあ、そうですね。一回は乗ってみたいもんです。 千田さんどうもおはようございます。ということで、えー、今日はここまでにいたします。はい、えっ、ー、と、今日は水曜日ですので、夜のライブ配信、えー、ノイズスリオ公開 TV ございます。メンバーの皆様、ぜひそちらもご覧ください。ということで、溝口駅長の朝ライブでした。それでは良い一日を。